あの BMW が、まあ、今回いろいろチャレンジさせてもらいましたけど、あの重心の持っていき方とか、なんかうまく操る方向さえ決めれば、久しぶりに僕はなんか体格より大きなバイクに乗ったなっていう、ああ思いました。そうなのよ。俺はね、ちくしょう、身長がいろいろ足んないなって思うと、多分俺の言ってるコメントじゃないものが出てくるんだけど、はい、身長いくつ？81です。81でももっと体でかい方がいいよなって思ったわけだよね。90ぐらいじゃないかなって思っちゃう。だから無理やり167だけど無理だって、頭を無理やり前の方に持ってって、うん、でもそうだよね、はい、あのね、カフェレーサースタイル、あの話としてはね、うん、あのネイキッド、こっちはね国産ネイキッドじゃないですか。 CB、XSR とあと Z900 とね、これは国産ネイキッドっていう形で、70年代、はい、80年代ぐらいっていうのは、まあ、これが普通だったわけですよね、この辺の雰囲気は。でヨーロッパはすでにその時にカフェレーサースタイルとして、はい、この手がまあ普通にあったんです、はい、で、ここにスクランブラーもあって、まあ、全部セパハになってステーリングだけ低くして、元はステーリングが高かったマシンなんだけど全部低くした。これはヨーロッパで多分普通にやったと思うんだけど、日本は違法だった。本当にやると違法になってしまったから、はい、まあ、基本的にはここで、でもこの後、まあ、カスタムという意味ではこれをね低くしたバージョンがあったんだけど、日本は国産はこっちで、こっちはちゃんとヨーロッパスタイルで、ヨーロッパスタイルのそのアッパーでね、自由度があったスタイルに対して無理やり、もともと全部車体大きいですよ、はい、ビッグバイク、はいはい、それを無理やりステアリングを低くしてしまうとこんななってしまうわけですよね。こんななってしまう体勢のバイクがレーサー、なるほど、もともとレーサーってのはもっとコンパクトなわけですよ、はい、だけどでっかい車体のステアリングを落としたからこんななってしまったタイプを、ヨーロッパの 1m80 から 1m90 の人はなんとか乗ってた。それを日本のこの辺のでっかいバイク、例えば CB とかね、はい、Z1 とかが、はい、クリップオンハンドルにしたりすると、はい、乗れねえぞこれって思うわけですよ。はい、ところがヨーロッパの人たちはこれで乗ってるから、外人は体がでけえからいいんだって言って、我々は日本人はこんななって大変だって乗ったわけですよね、はい、今乗ってみると、はい、やっぱ大変なわけですよこれ。絶対大変なのね。はいはいはい、でもね、それがね、80年代になって90年代になってレーサーレプリカ伝説になってみると、レーサーレプリカ、スーパースポーツの例えば GSX-R1000 とかね、全部どんどんコンパクトになって、はい、それをヨーロッパの外人が乗って、前までこんな GSX-1100R とか、はい、こんな体勢で乗ってたやつをだんだん、ちっちゃくね、コンパクトな体勢でヨーロッパの人たちが乗って、はい、これがいいって言い始めてるわけ。コンパクトの方が本当は乗りやすいんですよ、はい、だから、うんうん、辛い。俺的には辛い。ネオクラシックって言ってもね、はい、やっぱりどうしてもポジションを真似ていかなきゃいけないんでね、まあ、ポジションからやっぱりその雰囲気を作っていくんだけど、本当にこのヨーロッパの、まあ、英国車、ドイツ、イタリア、皆さんこうね、昔ながらのライディングポジションからまず作っていくんだけど、何も大きさまで真似しなくてもいいんじゃないか、うん、あ、スクラクソンだけは、はい、あれですよ、ちょっと結構コンパクトにまとまってますよね。そうですね、スクランブラーもコンパクトか、はい、一応ね、スクランブラーもコンパクト。 BMW だけは本当に昔のまんまのポジションを作ったけど、はい、あれはね、外人も結構無理したと思う。あれは無理したと思うよ。で、国産のね、あの CD とかこの辺はね、昔ながらの真似をそのままするんだけど、昔ながらのネイキッドポジションで、はい、昔は日本車はトップブリッジより低い位置にハンドルがあってはいけないとか、ハンドル幅がこんなに狭くちゃいけないっつって法規制があったから、はい、基本的にはあの昔のクラシックの真似をするとこんな感じ、はい、これにまあクリップオンつけると、あのカフェネオクラシックカフェレーサータイプになるんだけど、あれだね、
やっぱ辛いと思うよ。これでそれは辛いですよ、はいはい、トータルで、このサイクルセンターでやった限りは、うん、僕はここにはいないんですが、お、なるほど。スクランブラーがですね、お、一番タイムを稼げるんで、はいどうぞって6台乗せると、うん、僕多分スクランブラーで一番タイム出るんで。マジですか。だって排気量はちっちゃいですよ。ここのコーナーだったらいけるかなと思って。なぜかですか。まあそうだね、そう、だってここ何5キロのコース一周を用意どんで、はい、タイム測っちゃうよ。多分いいと思います。マジで。僕が分身でどれも乗ったらですよ、うんうん、自分で乗ったらですけど、スクランブラーで、スクランブラーが一番コントロール性が良かったんですよ、うん、あのコーナリング中におおお行き過ぎたかなって言ったら、まあ、バンク角をちょっと増やしてとか、まあ安心感、乗りやすさ、乗りやすさが、もともとスクランブラーは乗りやすい、誰にでも乗れるっていうポイント。マジね、ぶっちゃけアクセル前傾からのちょっと開け始めとか、そういうところのコントロールがすごいやりやすかったなっていうのはあって、さあって言ったらあれ、最もタイムがちょっと厳しいかなって思ったのは、CB かな。おお、まあ CB か。で、あと何と悩むんですか。 CB かやっぱトライアンフか。あれ、もう一台いたな。いや、そんなことないんだけど。いや、もう一台帰っちゃったのはスクランブラーと Z。 Z、 あ、まあそうですね、そうです。だから CB か、うん、こっちです。なるほど、はい。 XSR は？ XSR はネオクラオ。 XSR は？は多分2番手タイムぐらいかな、うん、1番手スクランブラー一番スクランブラー、はい。で、うん、丸山会長の1位、はい、俺はね、サイクルスポーツセンターね、はい、じゃあスクランブラーでしょ、はい、ね、はい、俺はね、はい、徹底的に差を、はい、ケチョンケチョンにやっつけるには Z900。多分そう思ったんですよ。いやもう負けます。それしか負けました。それしか、いや絶対ついてこらんないって。いや、まあそうですね。いや、なんで Z900 乗らないのじゃ。自分で走らせた時なんだろうな、うん、そうですね、イメージが今イメージができるのはやっぱりでも早く走らせるのに、気持ちよく走らせるのにも合わせてたってやつよね。ああ、自分が気持ちよくね。あ、それはね、でもいいと思うよ。だってみんな雰囲気の乗り物だから。だって本当の速さを競ったら、はい、別にスーパースポーツのエンジン乗せりゃいいじゃんっていうかね。Z900 とかね。そうですね。で、3気筒じゃなくていいじゃん。多分 XSR 僕乗ってアタックしたらどっかでクシャクシャクシャ言うねなあと思って。ちょっとでもね、俺はね、第2にいいのは、はい、Z900 がいいっていうのは、いや、エンジンが速い、足回りは最新ですよ、はい、だって倒立フォークに、なんだ、ラジアルマウントキャリパー、いや、ブレーキしっかりしてるでしょ。倒立フォークで奥の踏ん張りあるからブレーキしっかり効くでしょ。それでリアサスペンションはモノサスでリンク式使ってるから、はい、きっちり動きをね、つかめてる、はい。コーナーリングと荷重のかけ方と初期の安心感、冷えてる時の安心感を含めて全ていい。で、エンジンが速い、文句ない。あのネオクラシックっていうね、形のスタイルに置いといて、うん、全く走りはクラシックじゃないの。なるほど。それとスクランブラーを一緒にしてもらっちゃ困るな。まあ、じゃあ今回の1位は1位は Z、 Z で、2位はね2位はまあ XSR でしょうね。2番目に良い。いや、もうエンジンが絶対速いもん、うん、はっきり言ってエンジンだけに関しては Z より速い、うん、っていうかね、速すぎる。それは思います。昔で言うならば、RZV500 とか、まあ、2ストロークの RZ3 パンとか。今日俺久しぶりにゼロ加速ね、はい、ゼロ加速やった時にウィリーしちゃって、ウィリーしちゃって、どうやってやったらきちっとできるかっていう、あの昔の2ストロークでやると、うわーってウィリーしちゃってっていう、あのイメージ久しぶり。
パーンって繋がった瞬間からフロント浮き始めて、あ、どうしようかな、パーン。あ、終わったってやり直した。久々にやり直したけどね。サイクルセンターでやったら駒組んできそうです。そうそう、いや、できそうだよね。でエンジンは速い。だけどね、やっぱりポジションがきつい、はい。ポジションがきついっていうのはね、あの、ステアリングとかいいんだけど、シート高くて、ステップ位置が低すぎて。これはもう昔の日本スタイルね。はい、元がバックステップじゃん。ヨーロッパのマシンは意外と元がバックステップっていうのはあるけど、はい、国産はどんなにあれしてもステップだけは低い位置ね、はいはい、これが攻めた時にまあ CD はステップすっちゃうけど、これはステップすらないにしてもバックステップ欲しいっていうね、バックステップ欲しいっていう思いをさせるマシンだけど、でもエンジンはタイムは出ちゃうだろうな。3番目にいいの、はい、スクラット。いや、これはさ、エンジンも、まあ、乗りやすさ、速さでしょ。あと、コンパクトに俺的にはまとまってる。はい、で、なんとなく、こう、ポジション的に違和感はあるけれど、昔ながらの乗り方というかね、タンクをね、はい、ぐっとこう、広がって乗るんじゃなくて、はい、ステップ位置の広いところからタンクをね、グッと、なるほど、グッと押さえて、なんかマシンをグッと右側に押さえるみたいなね。ああ、前山会長のフォームそうですよね。そう、そういう乗り方をすると、うん、おっ、バッチリ決まったかな。中華足回り良すぎ。素晴らしい足回りをしてるよね。これあと4000回転ぐらい回転伸びないですかね。あの、バンチカルスイング、ここだけはちゃんとクラシック守ってるから。なるほど。今時こんなエンジンで速いマシンを作ろうなんて思わないけど、はい、でも速い、うん、俺、このバーチカルのツインでこんな速いエンジン初めて。これは素晴らしく速いですね。このマシンで一番ブレーキ好きですか。いや、ブレーキも素晴らしい、はい、このブレーキに耐えるだけの倒立フォークのこの奥の踏ん張りがあるから、ブレーキ効くよね、キャーって。これが一番ブレーキ、あのブレーキフィーリングというかね、よく仕上がってる。というか足回りをやっぱりお金かけてるなって感じがしますね。ノーマルで、まあ、車体価格が高いから。90はね、90は本当にちょっと乗り方に苦労する。まあ、ただ、やっぱりこのね、ボクターツインで、こう、速いマシンを作ろうという、ここもクラシカルなポイント。というか、永遠未だに使ってるし、これ僕たちよね。すごかったです、初めて体験しました。クラシカルなポイントもう一つあるよね。ブーンみたいな。ブーンアクセル開けると右行くんですよね。あれ、まあこれ未だに別に使ってるからなんかクラシカルとは言わないんだけど、はい、今だけブーンってやんないよね。ブーンブーンみたいな。こっちか。右です、右です。右か。右コーナーと左コーナー違いますよね、癖が。あのクラッチさえ繋がってれば本当は打ち消しあって噛めんだけど、はい、クラッチをねその時にクッグって切るじゃない、はい、その時にバーンってやると、はい、バーンってなっちゃうよね。あとだからクラッチスタートの時大変よ。あ、もうスタートできないもん。バーンってなってました。なってました。ウィリーもそうだよね。バーンってああ行っちゃった行っちゃったってなってるって。まあ、はい、そクラッチでもそのクラシカルなポイントを残してるっていうところが、うん、魅力でもあるから、はい、まあこの90に関してはそのクラシカル度合いっていうのは、多分こんな全ての中で最もクラシカルな部分をしっかり残したっていう意味で言うと、これが好きたまらないっていう人はたくさんいるんですよ。俺が身長190あったらたまらないもん。あえて言わせてもらうけど、あえてね。あとはなんだ、 CBもう言っとくけどね、忘れてないよ。CD 好きだからさ。そうです、ね、忘れてないよ。あのね、はい、速く走るにはバンクアップがなさすぎる、はい、とりあえず AS 捨ててくださいみたいな ね、 そうですね。バンクアップがなさすぎる。エンジンがまったり、はい、ね、いつもほどほどでって言われてる気がします。そうですね、はい、エンジンまったり、足回りよく17インチ履いてハイグリップっていうかいいタイヤ履いてね、はい、それなりに、うん、なんだっけ SDA PV、はい、昭和ダブル
ベンディング、デュアルベンディングシステム、はい、まあ入れたとしても、はい、それでもまったりだね、ハンドルが結構まったり。これの FF じゃねえ、CB1100 の18インチの、はい、時から比べるとだいぶ曲がるんだけど、今全体の中で比べたら、はい、ベターみたいな感じ、コーナリングベターみたいな感じ。そう、これはね、まあ、速さっていう今回のネタだと、まあ、そうですね。ということで、そうですよ。何？スクランブラー。スクランブラーか、何？どうだったんですか？スクランブラー？何番手だったんですか？早く走ろうとしたらスクランブラーは、はい、やっぱりさすがに排気量がこの中では最も少なくて、はい、なおかつ空冷、はい、なおかつ SOHC。 なるほど。もうね、雰囲気で走ろう。はい。ただ確かに、全体的な接地感があるからね、流して走るっていう意味で言うと、例えばこの冷えてる時に最もパーッとこういけるよね。そうですね。今日だって真夏の祭典でめちゃ気温高かったら、はい、あれだよ、ガツンガツンといけ、これなんかガツンといけるよ、多分タイヤのグリップ力ガーンってきてたら。なるほど。今日寒いから、はい、あれがいいと思ったんじゃないの？冷えたかもしれないですね。今日気温下手したら0度以下ですからね。ガチ寒かった。本当にこれのグリップヒーターが幸せでしたもん。これもあるよ、ガルグリップヒーター。そうですね。これやっぱ外国製だけあってなのか分かんないですけど、熱々。暑いんだよね。暑いぐらいだよね。やけどしちゃうぐらいだよね。これ Z 企業がここいないのが残念だけどね。そうですね。でも Z900 はね、俺から言うと、今ここに集まったね、この一癖も二癖も三癖もあるこの、なんていうのかな、昔ながらの味、ボクサーツインを大事にしよう、バーチカルツインを大事にしよう、直四なのに未だに空冷、うん、ね、三気筒なんかで勝負しましょうって言われには、 Z900 は全然現代、うん、どこにも昔ながらのものは、ティアドロップタンクに、ライトはみんな一つだよ。はい。ライト一つ。はい。ミガンメーター、はい。ミガンメーターだよ、みんな。はい。みんな、あ、違う、一つだ。ミラ。あ、絶ミラ。絶ミラね。ミラ。はい。あれはね、世界の名品だから。見やすい、いまだに見やすいね、絶ミラーってね、言ってましたよね、はい、形はまあちょっと、はい、あそこだけクラシカルを残しつつ性能も良しという意味で言うと、 Z900 はそこがクラシック、あとは現代のマシンです、はい、それは皆さんなかなかかなわないです。そうですね、調教されまくってますからね、乗ってて最も違和感なかったしね。あれは寒いコースコンディションでも大丈夫ということで、はい、ネオクラシック王は、いいですいいです、いいです、僕は会長のその一言引き立てるために、はい、ということで、はい、寒くなったので、はい。